スラージの首相、スラージは、ロシア西部のブリャンスク州西部にある都市。デスナ川低地に位置し、ソジ川の左支流、イプチ川が流れる。州都ブリャンスクからは、南西1 7 5トル。人口は2002年国勢調査で12,046人。1989年ソ連国勢調査では12,559人であった。小さな制度を。 スラージは17世紀の文献に、スラージ地という聖堂のある小さな村として登場し、後にスロボダとなった。1781年にスラージナイプチの名弟子となり、軍の中心地となった。1797年以来、イプチ川沿いのという後半の設備地が取れ、ただのスラージと呼ばれるようになっている。 第二次世界大戦では1941年8月17日にドイツ国防軍に占領されたが1943年9月25日にブリャンスク攻勢を進める赤軍ブリャンスク戦線により奪還されたスラージ市内には歴史博物館があるスラージから 8km 東に離れたデアーリーチ村にはエカチェリーナ2世の長身だったピョートル・ザバドフスキーの 辞書の跡地が残る。ロシアで活躍したイタリア人建築家、ジャコモ・クワレンギーが設計して1780年代から1790年代に建てられた館や英国式庭園などが部分的に残っている。スラージには食品工業、繊維工業、製材業などの軽工業が立地する。1923年に開業したボルシャクルイチャウネチャカンの鉄道。 および狂いちゃうウネチャ間の道路が通る。この道路を南に行くと、ウネチャで、ブリャンスクから、ポーチェプうネちクリンチノボズイプコフを通って、ベラルーシ国境へ伸びる、M13 幹線道路につながっている。ありがとうございます。